今日からここが俺たちの新居になるんだ。二人で頑張ろうな、のりこ。こうちゃんもしっかりしないとね、大人なんだから。こんにちは、私のアパートにようこそ。もしかして春風草の春風ってあなたの名前？うん、母です。すみません、この子ったら新しい人が来るたびに同じこと言ってるんです。春風ちゃん自慢のアパートなんだね。春風下に住んでるからいつでも遊びに来ていいよ。のりちゃんはとっても優しい。旦那さんのこうちゃんは最近忙しいみたいで、私は一回しか会ってない。でも笑顔でこうちゃんのことを話すのりちゃんが私は大好き。ここにね、赤ちゃんがいるの。こうちゃんには内緒。来月の誕生日にびっくりさせてやるんだから。春風の友達もう一人増えるんだね。のりちゃんと公園に行った次の日からのりちゃんがいなくなった。のりちゃんは遠くに行ったんだって。どうしたのかな。今日はみんな泣いてる。お母さんもお父さんもこうちゃんも。あの日俺はどうして買い物に付き合ってやらなかったんだろう。俺が代わりに事故ればよかったんだ。そうすればお腹の子だってのりこだって。こうちゃんどうしちゃったのかな。今は少し休んでいるのよ。もう何日もこうちゃん部屋から出てきてないよ。俺は何をしているんだろう。のりこ、なんで一緒にいてくれないんだよ。俺だけ生きてても仕方ないじゃないか。いつもは鍵がかかっているのに、こうちゃんいるのかな。どうしよう。のりちゃんなら入っていいよって言ってくれるよね。俺とのりこの子。よかった、迎えに来てくれたんだ。俺も連れて行ってくれよ。しっかりしなさい、大人なんだから。はるちゃん、どうして。こうちゃん泣いてるの。うん、ごめんね。大人なんだから泣いちゃダメでしょ。ありがとう。俺このままじゃはるちゃんに笑われちゃうね。はるかぜ、そろそろご飯よ。はい。こうちゃんうちで晩ご飯食べよ。お腹空いたでしょ。そうね、こうちゃん一緒に食べましょう。しばらくして俺は職場に復帰し、毎週土曜日にはるちゃんの家で夕飯を食べるのが日課になった。あれから15年、俺の小さかった親友は大人になった。ほら顔上げてよこうちゃん。俺の親友泣かせたら殴りに行くとか言ってたのに、こうちゃんが一番泣いてるじゃん。俺は昔から涙もろいんだ。私の年の離れた親友は今も実家の2階に住んでいる。土曜日の日課も変わっていない。でも来年は一人増えるかも。もし女の子だったら名前は決まっている。